しみに準備できてるか、せーの、もちろんでーす。イエーイ。いや、サツキね、いいね、サンタのコスプレね、黄色っていうのがまたね、はい、珍しいよね。おいおい、クリスマス、おい、今年はもう俺が最高に楽しんでやるから、乾杯しとけよ。そしてですね、金曜準レギュラーのこの人たちも登場です。はい、せーの、おはー、お久しぶり、月一ボーイズ&メンの通じです。ファスタ屋の店員さんにおはスタ見てるよって言われたぜ、ほんちゃんです。はい、はい、そして SK フォーテッドの高柳あかねです。ちゅんちゃんって呼んでね。ちゅんちゃん、来週でいよいよクリスマスだけどね、はい、この週末とか何かするんですか。もう僕らはイベントがあります。やめなさい、ね、シュリちゃん、シュリちゃん、私もお仕事があります。やめとけ、やめとけ、やらなくていいんだよ。名古屋だね。ということで、まずはクリスマスのこの企画ですよ。毎日がクリスマス、おはスタゴールドゴージャスプレゼント。毎日誰かにプレゼントが当たるゴールドゴージャスプレゼントも残りあと2回、今日もしっかりしてチャッチしてくれ。カナダ、今日のプレゼント何？それそれ、今日はこれだ。デラックスエンマコン。おいや、でもかっこいいね。さあ、これはね、妖怪ウォッチの映画に登場する野菜エンマが持っている最強の武器、竜頭妖怪アークを使って炎と氷の竜を召喚できる。すごいんだよこれ。このプレゼントの応募締め切りは今日中です。当たった人にだけプレゼントが届きますよ。おはスタホームページからじゃんじゃん応募してね。番組の中で出てくるキーワードが必要だからね、はい、キーワードは放送中のどっかに隠れてるから最後まで見逃さないように。さあ、このデラックスエンマコンが登場する映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズが現在大ヒット公開中なんです。さあ、その映画に関するアイテムが登場したよ。これだ。なんだ、大ヒット公開中の映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズ、エンマ大王誕生の秘密も明らかになる、妖怪ウォッチ5周年記念の集大成ともなる映画なんです。そんな大盛り上がりな妖怪ウォッチからテレビアニメシリーズの最新 DVD 妖怪ウォッチシャドウサイド特選集剣舞魔人出撃のショーが本日いよいよ登場。まだ力が回復していないんだ。天下無双の大妖怪剣舞魔人たちが大活躍するストーリーを厳選収録。ボーナストラックを含めて全部でなんと合計7話、146分以上、超豪華版だぞ。やっちまった。すごいでしょ。さらにね、初回生産版にはこちらの妖怪ウォッチ5周年記念ダブルジバニャンアクリルキーホルダーがついてくるか。かわいいね。年末やお正月はお家でも妖怪ウォッチを楽しまーす。そしてそして、映画妖怪ウォッチのアイテムはゲームセンターのクレーンゲームにも登場してます。こちらです。はい、映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズ、でっかいぬいぐるみ、ネコマタ、ヤシャエンマ、そしてめちゃデカぬいぐるみ、ネコマタです。行ってみましょう。それではね、先週公開された映画グリンチ、この映画を見たおハートもの感想が届いてますよ。それでは行ってみよう。 VTR グリ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 バラバラやないかい。いいこと思いついたぞ。クリスマスを盗んじまえばいいんだ。先週の金曜日、ついに公開されたグリンチ。友達も家族もいないグリンチはいつも一人ぼっち。そんな彼の一番嫌いなのが、村中が幸せな気分に包まれるクリスマス。そこであるとんでもない作戦を思いつく。それが村からクリスマスを盗み出す。果たして町の人たちは無事クリスマスを過ごせるのか。映画を見たおはともに感想を聞いてみたよ。みんな楽しかったかな。楽しかった。グリンチのキャラクターはちょっと
意地悪だったけど、飼ってるワンちゃんは可愛かったです。全部の家のプレゼントを盗んだところが面白かったです。フレンチが寝てる時、なんかマークスって言ったところが面白かった。そんなグリンチはひねくれ者でいたずらが大好き。映画を見たみんなに今までどんないたずらをして怒られたか聞いてみると、お母さんお父さんに対しても隠れてそれで驚かすとか、学校でしたいたずらは一応覚えて、ドアに黒板消しを挟んで、でそれで友達が入ってきた時に開けて頭にバーンって当たって面白かったです。なかなかのグリンチに引けを取らないいたずらもの。でもみんないたずらはほどほどにしないとサンタさんが来ないかもよ。みんなもクリスマスは映画グリンチを見て楽しもう。さらに同時上映されるミニオンズのショートフィルムもお楽しみに。映画グリンチは絶賛公開中です。よっしゃー、そろそろ体温まってきた。体温まってきた。おいゴミ、ゴミ、いけんのか。いけますよ。よし、あれいっちゃおう、はるちゃん。行きましょう。さあ、おはさきひよ恒例の夢チャレンジ、今日のチャレンジはこれだ。ロンストロー選手権、これはこれはロングストロー選手権。前回はね、オハスタチーム花ちゃんとヌアラがね、ボイメに圧倒的な差を見せてね、勝ちましたから。さすが花ちゃん、何もできてないんだこっちは。そろそろ本気を出してもよいでしょうか。最初から出しなさいよ。できるから。まあね、ボイメがね、どうしてもね、もう一回やりたいって言ってたんで、今回ね、もう一回やりましょう。超ロングストローのコースを用意しましたんで。また負けるで。さあでは、サツキとチュリちゃん。はいはい。今回のスタート地点はなんとスタジオを飛び出してこちらの廊下からです。もう一人サツキがいる。そこからずっと進んでいきまして、そしてですね、長いね。こちらの心臓破りの線があります。そしてスタジオを進んだ先はチュリちゃんです。はいはい、こちら SK フォンデットの高柳あかねです。こちらのコーナーをグググググッと進んでいくと、みんながいるスタジオにつながっています。そしてあそこがゴール地点ですね。はい、長いね。長いです。はい、ということで前回は 10m だったんだけど、今回なんと3倍の 30m あったら、そうなの。スタッフやるじゃねえか。おい、相当チャレンジだな。いけんのかこれ。いけますよ。チューチューしてやるよ。バンクの終わりまででいいんだよ。長い、長い、長い。ヌアラと池崎さんです。おっしゃー、ナイス。いや決まりだね、決まりだね。そしてボイメチーム、おー、 B やんちゃん。ボイメの B でしょ。ボイメの B で。飲んでもらうドリンク、オレンジとグレープありますけど、どっちがいいですか。何でしょうかな。もずく。もずくちゃん吸いづらいから。どっちですか。オレンジジュースにします。オレンジね。はい、じゃあボイメチームグレープで、はい、行きましょう。それじゃあ二人とも、スタチームともスタンバイお願いします。よし、はい、花ちゃんはスタート地点に向かってますよ。それではルール説明していきましょうかね。はい、ルールですが、吸う人は何回でも交代して OK です。とにかく早くドリンクを口に入れたチームの勝利です。それでは準備よろしいですか。 OK、 ボコボコにしちゃうから。では行きましょう。夢チャレロングストロー選手権です。さあ始めました。おーっと、これはいきなりボイメンチームが大きなリード。さあ早速スタジオの廊下のところまで入ってきましたよ。さあここからちょっと速度が落ちて、さあ心臓破りの坂に到達しました。ここを登りきれば、あっと戻ったか。あっと、おはスタチーム逆転して心臓破りの坂をクリア。さあボイメンチームも坂を乗り越え、さあそのままスタジオに入ってきました。オレンジジュースのおはスタチームが怒涛の勢いでスタジオの中に入ってきました。さあいけるのか。さあこのまま追いつくことはできるのか、ボイメンチーム。さあおはスタチーム、さあ最後にちょっと坂になっているところを越えて、さあ来ましたよ。さあこのまま、この
ったチームが勝つんでしょうか。ボイメンチームまだ見えません。ボイメンチーム見えません。さあおはったチーム、さあ最後にもう一回りのこのカラーコーンを登ってゴールとなりますが、さあいける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 、池崎に変わらず、ルアラだけでゴールすることはできるのか。さあ池崎ラストスパート、いけいけ、勝者はおはっさチーム。さあトロフィーをどうぞ。ボイメンチームようやくカラーコーンまで来ましたね。さあこれはおはっさチームどうでしたか。いやいや途中からねずっとヌアラがやってて僕が勝った気がしないんですけど、よかったです。そうやってようやく到着のボイメンチーム、悔しい。勝った2位2位が2位最低2位が2位2位がビリなんだ。2位がビリなんだ。ねえさあおはっさチームおめでとうございます。よしじゃあこのままね池崎隊といっちゃおうか。みんな出てこいや。おい出てこい。池崎隊とは負けねえぞ。おいカメラマンお前もだぞ。撮ってる場合じゃねえぞ。カモンカモン、うそ来い。お前なんだ、チューチューしとけお前は。普通に飲んでいけ。池崎ミュージックスタート。シャッ、おらおら、おいおら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 。金曜日キンキラキン、今日行けばイレキュー。負けねえぞおい。イエーイ、 I wanna hold you up、 みんなで一緒に、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。この後はこの位置2月号激アツ情報だよ。一人じゃできないことも君とならポケモン映画最新作劇場版ポケットモンスターみんなの物語がついにブルーレイと DVD で登場。ブルーレイ初回限定版は特典いっぱい。面白さぶっちぎりコロコロ一番、今月はメイレイヤーブロックアマテリオスクリスマスバージョン、ポケモンガオーレラティオスコースに限定キラカード3打、ガービーフロックもコロコロ一番2月号発売中。ベイブレイ超絶無双ベイスタジアム、ダブル電動ベイを撃破せよ。強い、強すぎる、ダブル電動ベイを撃破せよ。超絶無双ベイスタジアム新ベイ登場。タカラトミー、まだ終わらぬ、全ての文明に最悪を、インフィニティ5種類のバラギアナを手に入れろ。デュエルマスターズ超決戦バラギアナ無敵オラオラリンフィニティ。映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズ、ぜひ劇場でご覧ください。今初めて明かされるエンマ大王誕生の秘密。私こそがエンマ大王だ。そう、全てはここから始まったんだ。みんな映画妖怪ウォッチ、時刻は1時19分。クリスマスプレゼントはチリちゃん。一番2月号の情報1分ちょうどでお届け、よろしくお願いします。さあコロコロ一番2月号の付録はサンタもびっくりのクリスマスダブル本物付録付きだ。じゃあまず1つ目の本物付録はベイブレードバーストスペシャルレイヤーアマテリオス限定クリスマスバージョン。さあ激レアで超攻撃的レイヤーが1番限定カラーでついてくる。いやすごいですねこれ、かっこいい。
赤と緑のクリスマスカラーだ。いい、ね、さあ続いて本物付録2つ目はポケモンカードゲームサン&ムーンサンダー。さあ限定のポケモンサンダーの激強カードがついてくるぞ、うん、そしていい、ね、ポケモンが俺限定チケット、はい、ラティオスコース、ラティオスに出会えるコースで遊べる限定チケット付録付きだ。君もラティオスをゲットせよ、ゲットせよ。さあ他にも星のカービィスターライズ28台コピー能力お遊びポスターや、さあすごいだろこれ、すごいですね。さあ別冊付録でポケモンカードのタクチームブックもあるぞ。いやーこれもう本当に豪華ですね。さあクリスマスはコロコロ一番で超豪華プレゼントゲットに、せーのトラー、はい、ありがとう。さあコロコロ一番2月号みんなよろしくね。よろしくお願いします。この後は週末の激アクゾーン、おいクリスマス、それは世界中のみんなを最高の笑顔にしてくれる。だから嫌いなんだ。そう、こいつ以外はサンタクロースに変装してみんなの家からクリスマスを盗め。超ヤバい大作戦は果たしてうまくいくのか。うわグリンチ、クリスマスなんかもうや。超豪華吹き替えキャストミニオン短編同時上映決定。いただきます。この一粒にオルニチンが、私たちはお味噌汁でオルニチンを美味しくいただきます。しじみ70個分の力、おいしいね。長谷園カニ玉できたわよ。卵3個で簡単、これが美味しいの。すげえ、うん、ママ食べるの早い。長谷園カニ玉。続いて今週末の注目番組をまとめてお伝え。まずは今日夕方5時55分から放送の稲妻イレブンオリオンの刻印。大会への疑いが頂点に達する稲妻ジャパンに張金雲監督がついに真実を語ります。一方で一押しの秘密も明らかになるそうですよ。続いて夕方6時25分から放送の妖怪ウォッチシャドウサイド。サプライズでクリスマスパーティーの準備をしていた秋のりだが、なんと全員から断られてしまう。気を取り直してうすらめらを開いてみると、一つりもみの木にまつわる恐ろしい情報が。お次は明日土曜日朝9時30分から放送のポチッと発明ティカチンキット。サンタをどうしても見たいエイジ君はサンタ目撃大作戦を計画する。なかなか現れないサンタに我慢できなくなったエイジ君が外に探しに行くと、はい、マジマジピアーズのももかだよ。あさっての私たちの活躍絶対見てね。それってマジカル魔法戦士マジマジピアーズ、きらめく魔法でピアーズ。さあそして稲妻イレブンの文房具ワクワク新学期シリーズが登場です。日本代表ユニフォームの稲妻ジャパンが大集合で宿題もやる気アップ間違いなし。稲妻ジャパンと一緒に冬休みの宿題も頑張ろう。おはスタ、メリークリスマス。あ、かわいい。ああベアードパパ、サクサクとろーり、もう止まらない。クリスマスにね、ビアードパパ。お茶漬け始めました。いい香り。ジャージ坂46、おいしい。お茶漬けで会いましょう。中谷園シリーズ5周年記念、新たな仲間と共に未知なる冒険へ。ここで消えろ。俺たちは永遠に友達だ。見つけー。映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズ。冬休みはワッチ妖怪ウォッチ5周年、大人も泣ける名作誕生。映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズ、映画館で待ってるよ。心が動いた体験はずっと残る。楽しい学びでその先へ。新規入会受付中。心が動いた体験はずっと残る。楽しい学びでその先へ。新規入会受付中。
さあ現在の東京の空模様です。いいですね。さあそれでは全国のお天気も見てみましょう。さつき、はい、西から天気は悪くなりそうです。福岡と岡山は夕方から、大阪は夜に雨が降り出すでしょう。東京は一日よく晴れそうです。札幌も晴れ間があるでしょう。昼間の気温は大阪は17度の予想で、11月中頃の陽気となりそうです。以上お天気でした。それでは本日12月21日金曜日にお誕生日を迎えるおハートもたちをお祝いしちゃうよ。さあそして土曜日にお誕生日を迎えるのはこちら、さらに日曜日に迎えるのはこちらのおハートもたちです。ハートもみんなハッピーバースデー。さあそしてお宝だな、今月のお宝だな生抽選会は12月26日の水曜日。今日のプレゼントはこちら。はい、今日紹介した妖怪ウォッチシャドウサイド DVD 特選集、剣舞魔人出撃のショー、そしてはい、SK48 24枚目の新曲にサインを入れてプレゼントしちゃいます。24曲くれてるんだね。そうなの。どんな曲なんですか。はい、あの大切な人はあなたの実はもうそばにいるんだよっていう曲になっております。冬にぴったりの曲になっていますので、ぜひ皆さん聴いてください。ありがとうございます。さあそしてボイネ、はい、ロングスローどうだった。ロングスローかい。ロングスロー CD を一昨日出したばっかり。あれはロングスローだ。今日ダメなの。ストローできてるからダメだ。ストローできてるの。そう、いや またねやりに来てね。2だからリベンジして、リベンジ頑張って。クリスマスね。さあということで、はい、ゆめちゃんにまたやりに来てください。やってやるぞ。それじゃあ今日も元気でいってらっしゃい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。